バーとかで、ネオンとかね。ネオンとか。ちょっとレトロ系行きたかったね、若干。ねッドナイトとかね。そうそう。いろいろありましたね。いろいろありましたね。今日何してました?。え、今日はあれよ。あの子供をさ、エリソンをさ、プール連れてたって。またあそこ?。一時間半ぐらいプール入ってたって。そんで、そんでさ、すんげえ疲れたからさ、エリソン寝るじゃない?。うん。私も一緒に、はい。昼寝?。昼寝させていただきました。かのあの子。いや、だから、二時間す。 とか寝てたよね <laughs> <ー>それさ詳しく言うと旦那に何してるかさこう<ば>1日のあれがさ分か,る <laughs> 分かんないから大丈夫じゃない, <laughs> いや結構聞かれるから <laughs> ちょっとたまにサバ読んで「<laughs> うーんまあ30分ぐらい寝て朝 <laughs> は,あとは忙しくしてました」とか言うんだけどけ <laughs> どさちょうどさ <laughs> 寝てる時とかにさ帰ってくるわけよす <laughs> る <laughs> とさささって起きてさ <laughs> キ<ん>ッチンとかこう水とか入れ始めて「お帰り」って言うんだけどもう目がもうしょぼしょぼして <laughs> 寝てたって言われて、うん、寝てない <laughs> 寝かけてたところ食べてたそう何のため、ね、あの罪悪感ね,ね罪悪感あるよね一人暮らしだったら全然気にしないよねそうそう子供い,いんだけどさお母さんも一緒に寝てるでも寝るでしょ疲れないでもチャージしないとダメよ仕方ないねうん頑張れない午後はもあのチャージするだけ全然あれですから午後のあれが全然違いますからね <laughs> ね、パキッとらなワーの出が、ね、もうこうあ昼寝しないで夕方ぐらいになるとも当私イライラしたからねイライラにするんだイライラしてこうなんかこういやクランキーな感じようん何はい、このままじゃチャージしといてくれた方がいい,じいそう旦那が帰ってきた時にさ嫁がさはっ、うん、っていうよりかさ「<laughs> おかえり」って言ってほしいんだったら昼寝ちょっとさせてくれっちゅうねっていう話を <laughs> それが一番いいよねそうそう,そうよどうせ仕事行ってる間にね何しようって関係ないじゃんね そうやることやってますかやることやってんのよ子供見るの大変だものだってあなたのキッズたちうの子すごいですもんね特に一番下ねベビーセッターしてくれたけエナジーがすごいもんねロックシンガーみたいなもんね常にね動きがすごいよねフル回転だねステージパフォーマンス一日中してるやんもんねギター壊しドラム壊しみたいなゴロコロコロみたいな感じでしょしかも辛いのがさ、十五分ぐらいで寝ただけでチャージできちゃうっていうね あの子うんやっと寝た<ー>で15分「へえーえー、っていうこれだけこれでもあと後半で頑張れんの <laughs> あんたっていう間に合わない私っていう感じよね自分まで一緒に寝てるとね15<う>分なんかじゃもう起きれないでしょ本当そうよ,そ,うよそれはもう本当にそれことも怒っちゃうわよあのねあれよねあの外国人の旦那さんとかいるとさこのさ日本で生まれ育ったお笑いとか なんか面白い感じの消化できないまま毎日たまっていくっていうそ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 うでこれをさ誰かに話したいんだけど旦那に話したところで「あ t っていう感じになってしまったそれ多分向こうも同じよねあ多分こんなことあってさってすんごい焦りに出てくるけどちょっとしっくりきてない時そうそうそうあるあるでも私たち日本人だけどちょっと笑ってあげるけどね基本的にああ笑ってあげるかなまあ時と場合によるんだけど うんだからこういうふうにさあ,のしあってさ解消させんと消化か消化させないとないそうそうそう消いいネイバークラブって意味伝わるかなまあネイバーだからよだからご近所さんだからよね,らね私たちはね何どんぐらい車で十分ぐらい車で10分だからまあネイバーって呼びますよ <laughs> 近所そうだねあの歩いて 3, 3分とかならもろそれはそれでいいよね そんなそんなんいいけどなだからさこっちに引っ越してきてからさそんなに近所にさこうすぐにこうちゃちゃっと会えるような友達なかなかいないそうね特にこっちの島の方はねそうだねそうだね難しいよねなんかこうセットアップしてじゃあ何日の1週間前に決めてじゃあこの何時ねみたいなやつな、ね、よりかは私は最善にみんなで夕方集合あ6時今日集合ねみたいなノリが欲しかった、うん、35歳でも、ね、できるぐらいの。 活力ありますからそうなんですよねやりたいわねそううん。だからそれが叶って私はすごく嬉しいあ、それなうん。最悪だってすぐに今寄ろうって言ってるっていう感じよね教えのあるとかあるもんねそうだね買ってくよっていうねうん。だからそれだからネイバークラブっていう感じでで世な世なやっているんですよ世な世なレコーディングしている世な世なレコーディングしてからもう今10時前だねたまにしょうもない話にずれていっちゃうかもしれないよっていうのも ちょっと置いといてのいい感じですね。はいということで、ですか、次本日はですね、テーマに行くんだ。違うよ、何飲んでるかっていう話をそうかほちゃん、今日何飲んでるの今日ね、これ私ね、のぞみさんちでね、盗んだやつ。スパークリングウォーター。パンプレム。何これ、何ていうのパンプレムマウス。 何だろうね何これさっきなんかグレープフルーツ使ってなかったグレープフルーツのやつじゃなかったね何これなんかねピンクのねスパークリングーク,スパークリンそうですねラク結構前からでも見るよ私はあのコストコブランドのオーガニック昆布茶ジンジャーレモ,レモネード<れ>ちなみに、ね、オーガニックのやつうまいよな <laughs> うまいよなでもさ砂糖分めっちゃ入ってるのねあそうなのかもあそこまでペアテンションしなかったもん昆布茶飲んでるだけで満足だったから健康健康と思ってでもさ昆布茶ってそもそもたぶんシュガーが入ってないとできなそうじゃない発酵させるのにああそうだねそうだね結構昆布茶自体そもそもシュガー入ってる気がするうん仕方ないね美味しいしねそれとあとスナック皆さんスナックも食べてるんですよこれは毎回紹介しますからねこ これはねうちの私が紹介しようか「北海道シェフ」っていうやつですねこれは日本のお友達が先週1週間遊びに来てくれててお土産で持ってきてくれたんだけどロイヤルミルクティーランクドシャクッキーみたいな感じ挟まってるのねあともう一個がですね怪しくてさ怪しい感じのなんか多分タイランとかどっかのクラッカーベジクラッカーみたいな感じなんだけど うちのね旦那の職場の人がお土産でタイからなんかね箱でどっさりその現地から送ってきたらしいの <laughs> 帰ってくるのと同時にあそ,うなでそれを箱ごどっさり職場に持ってきたらしくって持ってけ持ってけみたいなで、それで持ったりとからい怪しいよえでもすごい美味しいわけ食べたもうなんかねイエス食べ,いい食べたよ食べたよなんか日本の なんかあこういう感じか日本の日本のスナックをなんか思い出すような感じなんかさ中がさこうなってる日本のほらこれやってるよ私、うん、フォーカスするようにねフォーカス、はい、なんか薄いねそう美味しいのよまあそんなのを食べ,食べながら飲みながら私たちはべちゃくっていくんでございます皆さんそうそうラジオみたいな感じでいきますよ、うん いいですか。はい。今日は何ですか。面白いこれ。うんとね。かしこまってごめんなさい。さっきまで違う話題があったのに、10分前に決めて。スイッチしました。まあなんせ1回目なので、あのお互いま特に私は、そうね。ただの無名の少女が突然姉さんの YouTube にブイって出てきたような感じだと思うんで。 でも私はほらポッドキャスト初心者だからさ、ポッドキャスト。なんかま二人の自己紹介を、えっとお互い質問も10個考えてきたから、うん。ランダム知らせてないね。ランさっきさここに置いてたけど見た。ああね見ないようにしてたから全然見てないからだんのいや。オッケー。チーティングしないよ私は。オッケー。そう。そう。そんな感じでだから一個一個交互に質問してきますか。じゃあ行きます。リレーね。ああまずはすごいベーシックなのからね。はい。 1番目、ハハワワイイで何何ししてまますか、はい、あー私の YouTube 見てくれている方はもちろんご存知の通りだとは思うんですけれどもえっとですね2年前だよねコロナになった時に旦那が仕事を失いまして、うん、で見つけたところがハワイでハワイはまあずっと、ね、家族で住んでみたいよねっていう話はしていたところだから何年も。 あじゃあこのタイミングで来たからじゃあまあ行くっていう話になってでそれで今に至るわけです。で私はこっちであのもともとニュージャージーの方で持ってた、えっと、美容師の免許がこっちでちょっと学校にまたちょっと行ってね300時間ぐらいで。 ごめん 600, 時間だ600時間ぐらい学校に行って <laughs> 半分でしたねでライセンスを取ってで、まあ、こっちでもライセンス取れたから美容師として働ける身なんだけども、まあ、一番下の子が小さいんでね、まあ、今のところはあの専業主婦って感じで YouTube 兼専業主婦みたいな感じで生活しておる限りでございます、うん、おる限りですねはい、はい、こんな私ですよありがとうございますはいおしまいはいじゃあ私の,あの一つ目の質問いくよええ ごめん、オウム返しになるんだけどさ, <laughs> さ<か>ハワイで何していますかこれはみんな気になるじゃん <laughs> 私は別にわかるけどさ <laughs> そう、ね、一応なんていうのその自己紹介だだからねねそうんうん、えっとま軽くね概要を説明すると日本で大学4年間出て、うん、出たじゃん、うん、でこっち来て2年間短大っていうか専門学校みたいなまあ、コミカルか。うん で、グラフィックデザイン勉強し、OPT しあー、で、その後。おっ、何 ?OPT って何 ?OPT ってオプティカ c プラクティス・トレーニングみたいなやつかな。あ<ー>なんか、まああの、学校卒業した後1年間さ、有 q であのインターンみたいなことできるあ、oh, インターンシップみたいな感じそう,そうそう。あ、オッケーオッケー。で、それで、まあ、グラフィックデザイン会社働き、うん、で、それが終わった後から、まあ、グラフィックデザインのフリーランス。 日本とアメリカ行ったり来たり若干してたんだけど、うん、今はまあこっちに住んであっとね昼間は普通にマーケティング系の仕事しつつフリーランスの、うん、グラフィックデザイナー会社でお仕事してるんだよねでフリーランスもみたいな感じそう,そうそういつかはねフリーランスにね全振りできたらいいんだけどね、うん、やっぱりそのなんていうの自由さがいいよね それな、うん、今の時代はね。時間も場所ももう。うん今の時代はもうそれが一番いいよね。うん、もうそれに行くために今基盤作りっていう。そ,うそ,うそう完全にキャリア作り。 基盤は作んないって言かね基盤って言ったら顔が思わない本当に基盤作りがめちゃくちゃ大変しんみりとくる基盤作りがまず時間かかるしそんなさすぐにできるもんじゃないじゃん時間がかかるからさでもそれさえ手に入れちゃえばねどこに住んでようといつ仕事しようと誰と出ようと自分が選べちゃうぐらいな感じだって姉さんだってねいつかほ自分でもうちょっとこう自由な時間が増えたらさ髪の毛とかさメイクとかさもっとね そうねもっともっとね自由の時間時間だね私は子供が3人いるからねどうしてもちょっと拘束されるような時間帯だけどまあそんな感じ2つ目いく私の休休みみ日何してますかの日週末でしょ週末はさ割と結構あの子供の習い事があったりとかあさってっていうのは大体ね うんとがあったりとかで,でだ,だ,だからさ片方私か旦那が子供を連れてって習い事に行くで片方は家に残って他の子供と過ごすみたいな感じの朝じゃん。んで午後ほら出かけたりはするよなんか海行ったりとかさ、まあ、大体ハワイにいるとほらビーチなんてタダじゃない、うん、でう子供に喜ぶしね。あととプール行ったりとか まあ、そんな、大体そんな感じだよね。あとなんか、それこそ友達に会いたいときはちょっと旦那にお願いして、週末に大体なるね、友達に会いたいから、ちょっと。あの。おお、猫。すみません。<laughs> そう。旦那にお願いして、なんか半日、ちょっと出かけていきたいんだけど、ちょっと、全然オッケーしてくれるから。うん、そういう友達に会いに行ったりとか。うん、そうだね。なんかさ、平日にできなかったことを。 週末にかますみたいな感じだよね。うん、うね、っていう感じでやってるな。だ大体外かな。だから大体海とか行ってるかそうだね。そんな感じかな。はい。あんま膨らまなかったね。<laughs> 今の。ごめんなさいね。<laughs> い,いえ。うん。なんかちゃちゃかっつね。オッケー。えっと私の二つ目の質問はですね、カホちゃんには。え。オッケー。ちょそろそろ変なの来るでしょ。あ<ー>。オッケー。好きな食べ物トップ三いきます。 う <laughs> トップ3をさ <laughs> ワンカウントにするの <laughs> いや好きな食べ物1個って絶対、ま、めめ選べないじゃない特に私たちフーディーだからあ,、まあそうだね絶対選べない私はもうそんなその質問さえがつらいもん1個、ね、選べって言われたらもうすんごいうーんとと「うんうんうん」っていうのをずっと言っちゃうからじゃトップ3は順位的順位じゃなくていい大体もう好きなもの3つでいい な好きなようにアンサーしてよ。あ、じゃあいいよ、好きなようにアンサーして、食べ好き、ほら、見てる人がああ、こいつこういうの好きなんやなっていう、かるじゃん。じゃあ、じゃじゃこれは順位じゃないね。もう私だって選ばないからだから、言ったように。<laughs> <つ>順位じゃなくて、あオーケーいや、そう、大体好きだもんね。そう。おぉ、きっぱりくるじゃん。<っ>いいグリーンカレーは食べる。いいあ、本当私ごめん、食べたことないから。 人生であないと思うよほんとにないよねココナッツでも好きでしょココナッツ好きだけどなんかあんま縁なかったね食べた方がいいよほんとこういうの持ってきてあげるねえ何がグリーンなわけ要はスピナッチとか入ってんあれ正直わかんないんだよねそれか粉いや違う実店にもよるけどブレンドしてるなんかねスパイシーだから多分こう何ペッパーみたいのじゃないのグリーンペッパーみたいのじゃないの グリーンペッパーって何？グリーンペッパーってあんたグリーンペッパーよ、<laughs> 唐辛子よあんた。嘘、だってあれもグリーンペッパーって言うなこのピーマン。あ<ー>あ<ー>、グリーンベルペッパーか。そうグリーングリーンカレー。グリーンカレー。じゃあ、あとはどう。あパスタ。私パスタめっちゃ好きなのよ。Okay. パスタって言ってもさあんたいろいろあるよ。なんでもいいのパスタが。<laughs> え本当にあの平たいのからはニレンジルヘア。 うふ、really？、うん、ニョッキって何？中何？ポテトのやつ？ポテトじゃないな？なポテト練ったようなこう丸いやつだよねあ<ー>。あれ好きなの？私さ多分小学生ぐらいの時になんかニョッキに出会ったのよ。<あ>レストランでニョッキって何？って言っておばさんに頼んでみたらって言われて頼んだらもううまい？うまいか？なんか私はあの外と中の温度差があんまり。 す好きじゃないな、まあ、ピッキーねにああ、まあ、噛んだ瞬間のあれがなんかね待ってたこ焼き好きじゃない人たこ焼きは大好きだって私はあ違うたこ焼きは大好きよ私の周り結構さたこ焼きお好み焼きあんま好きじゃない人が多くて死んでられないいるの、ね、よそんなんも日本人じゃないね待ってくしゃみ出そう出なかった <laughs> <laughs> 失礼しました絶対だからそのさ温度差がさてか多分私が多分食べたのはさ ニョッキさん、あのどうしてもこう喧嘩してたよね、中とそその <laughs> 中のポテトと噛んだ中のポテトあとソースがようようこう組み合わさってなくて喧嘩してて<ー>なんかうんあんまりいい印象ないし、あんまりこう食べなかったなその後は。あそうなんだ。うん。なんかね餅っぽいのが多分好きなんだよね私ね。はい,はい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 。もちもちしてるやつが好き。あじゃあパスタは全般です。パスに全般好き。 あと平たいのも好きじゃん平たいのは好きよ私も平たいのうまいよね何あの辛み方だよねああ最高パスタは辛み方の問題だよねやっぱりあだからニョッキ好きじゃないんだうんなんかあんまりあのまあでも好きなが少ないからね言ったらねだってパスタに比べてね中のこの中はさっきに接してないじゃんそうなんだよなんかあんま好きくないねあれはね私はねあんまりあんまり好きくないねでも平たいのは好きあとさエンジェルヘアもさ あの物によってすげ、うわ、このソースで、このエンジェルヘアだから。っていうときない。いいの、悪いの、いいの、いいのよ。わかる。それ、マイクに。カメラ慣れしてる人なんだよ、私もこうやって。わかる。っていうときない。エンジェルヘアと、このソースがもう。本当に。エンジェルヘアって割と冷静面多くない。私冷静面ってさ、お腹いっぱいにならないんだよね。 はい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 ははいい冷製麺食べた気しなくないなんかあれ終わっちゃったなみたいなああなるほどねサラスパみたいなそう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 ああまあそうだね副菜的な感じするねあったかい方うがいいあったかい方がいいえそれじゃあさパスタとさグリーンカレーとさあともう一つじゃんあとなんかあんのうん絶対あるだよ絶対あるじゃんこれ悩むよなだからトップ3とか言わん方がよかった

ハカスが出てくるやつねフロアッサンみたいな感じの,あのペイステリーなんですよ、ね、ジッピーズってあの田舎っていうかローカルのレストランねチェーンレストランっ、ね、そう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 ,そう日本でいうとな何あれはデニーズみたいな感じあれじゃないジョナサンじゃないあジョナサンみたいな感じのレストランが <laughs> ハワイにあってジッピーズって言うんだけどそこは結構あのそういうドーナツとかねパンそうそうそう売ってるの。でそこにある クロワッサンみたいなパンがあるんだけど、クロワッサンよりか、もっと油が乗ってて。バター。油、あ、バターから。うん。うん、そうそうそう、油が乗ってて、多分、でも、だからこそ、カリカリしてるんだけど。レイヤーになっててね。そう。そう。かじるとジュワってすね。うん。それが。ほうが好き、私は。それちょっとね、とったところがあるんだね。今度見せてあげよう。僕はじゅわって。あ、そうそう、そうしよう。うん。あ、それがトップスに入りました。はい。おお、いいじゃん。 いいですよえっと買い物に行ったら絶対買うものどこの買い物よグローシューショッピングああ食料品の買い出しで絶対買うもの何個言う ?3 つじゃ三3つえうんとごめん今想像できるのだとコストコになるんだけどてかこの間ついこの間できたからいやハワイにいるとさ大体さ 家族も多いかどさっとしたため買いってなるとコストコ行ってそう、ね、う値段も安いじゃんそれでさあとちょっと足りないってなるとローカルのスーパーに走ってったりするんだけどまず3つ,目3つ買おうとしたらまず1つもは絶対に買うのはオートミルクそうそうそう、うん、あの決まったあれがあるんだけどそのコストコのブランドのオーガニックのさオートミルクがあるんだけどねあれねあれね 他と全然違うの,よあの,他,の他のオートミルクは全然的にう、ま、あの違うブランドで美味しいのもあるんだけど私今このスペシフィックにこの,この話をしてるんだけどねこのがさうまいんってで私ねいろいろ考えたのなんで美味しいのかなこのオートミルクはと、うん、まずコーヒーと一緒に作るんじゃん、うん、もうそれもパーフェクトもう味がすごい美味しいの、うん、でそれにプラス自分たちの子供ももそのまま直でこう飲む。 で見たらさ箱見たらさやっぱちょっと砂糖が入ってるのね,、うん、ね味はしないんだけど、うん、そうであのー、多分さ他のさ牛乳とかもさよく見ると砂糖入ってんじゃんか、うん、まあそれと似たようなもんだから砂糖入ってもうまいさ、うん、どう考えてもだけどなんかその風味といなんてうとそのあコーヒーの相性もいいしんかあれは絶対買うじゃん。うん、でちょっとオートミルクってさなんだろう ちょっとローストした感じのさナッティーな感じの味しんするよねでもさ<う>あの箱にさ「ナッツフリー」って書いてある、ね「ヴィ <laughs> ーガンオーガニックナッツフリー」とか書いてある <laughs> ですよね <laughs> だけどわかるその言ってることわかる、うん、うまいよねそれが美味しいんだよねそう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 。それは絶対買うじゃんあとなんかえっ、ー、ちょっと待って待って何があるかなほらほらほら何があるかなあ,あ,あ,あとねメロン メロンメロン売ってるよこすか売ってんだよどこメゾンの,のあの外だいたい外うんとねどこの近くにあるかなだいたいアボカドとかあそこら辺スイカとかさあそこら辺に置いてあるんだけど美味しいよねメロンメロンさあのあんた何とでも食えるよメロンあのまずまあ子供が好きっていうのはあるけどね。 あのもう朝ごはんとして食べるもうそのまんまそれだけ <laughs> っていう時もあるからうそうちょっと贅沢だねメロンもねあ日本人の感覚だとそうかもしれないねじゃあでもねあーと私が買うのはね2つ入ってて9ドルとかそんぐらいのもので<ー><う>大きさはそう,そうまあそこそこよだからそんなウォーターメロンまで大きいわけじゃないけどさへ<ー>、うん。コスコのウォーターメロン美味しいかな美味しい、うん、メロンも美味しいうそうあともう一個ぐらい必要じゃん 何がある本当ーー何がああるる本当何ようちココナッツウォーター。ココナッツウォーターああ。<う> なんかさ野菜系はあんまり買わないよねコスコあ本ほんとっていうのもさうち2人暮らしじゃんあそっか量がちょっと消費できないのよねわ、うん、かるわかるすっごいわかるでもさ消費できないにしても安いのよ多分それなんだよねでもさなんかその腐っちゃって結局捨てるっていうのは心苦しいからはい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 使う分だけ近くのグローシューストアで少しずつ買ってるけどちはあわかったアボカド うん、コスコはね、コストコアボカドはコスコだね絶対ね。アボカド高いよ、あなた。高<っ>アボカドは高いよ。一回言ったの私。一 <laughs> <laughs> 回繰り返したね。でもさ、この前なんかほら、あのー、コロナー、あの私買い物行った時に、はは普通のグルシェイスト、あのフードランドで、なんだっけ、アボカドか。はは <laughs> アボカド買おうと思ったら高かったもん、こんなちっちゃくて。めっちゃ高い そうさ何一時期なんてさ高すぎたから手出さなかったのね今はさ多分56個一つのバグに入ってて11ドルとか昔はそんぐらいしてた<ー>今は5ドルいくらとか6ドル代とかになったんだよねうそ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 うまあ値段の変更も多いよね結構多いあと場所によるよねあ<ー>あ店によるあ<ー>すっごい幅が広いなんか去年そのスイカボーダメのさ 去年と今と全然値段違うからさ去年は9ドルとかだだったよでその前はもっと前は7ドルとか6ドルぐらいだった今はここ12ドル99するからね高いよ大きさといろいろ考えるとまあ得なんだけどね果物は安い方ではあるけどねあうそ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 うじゃん 私の3つ,まで3つ目はですね<え>これちょっと面白いよ、うん、準備できてるい,い,いくよ、うん、えっとですね明日世界が終わる何するうわ厳しいそれ <laughs> でもさ1回私は経験してるわけよ何がハワイでさミ,ソミサイルのアラートがさ鳴ったじゃないえっ3もっと前かも。 私、私にいたときだからいない,かいなかったよ、うん、3年、4年前ぐらい。えっと、そうあの、携帯にアラームがパパパって汗きて10時とか11時とか、そのならいだったと思うんだけど、これはあの訓練ではありません、ミサイルがハワイのに飛んできますと。うん、どこから 言ってたかどうかわかんない忘れちゃったけど、うん、でもうみんなめっちゃパニックって「うん、えどうする?」みたいなでもう,もう訓練じゃないって言われてるし、うん、まあそれガバメントからのアラートだから、うん、あでさもうこんな島ちっちゃいじゃん、うん、逃げられるとこなんてないで当時私ワイキキのコンドに住んでたから、うん、あもう終わったって思ってマジで <laughs> うん多分みんなすっごいテンパったと思うよ どうしたの避難でなんかね聞いた話によってみんなやっぱり車で家帰るとかさやっぱ死ぬ時ぐらいは家族ととか思うんじゃない本当。みんなだから多分全員の人が最後だなって多分思ったと思うマジでうんああもう終わったええガル立った今すっごい怖かったよまあでもその後に結局あ誤報でしたっていう連絡が確かね来たんだけどあ本っほんと だってっね、結局何してたのその時じゃその時家でにいてたまたま学校行く前だったのかな、うん、家にいて洗うときて私いまいち理解しなかったね多分ねははどうだろうこれみたいな。うん、とはいえでもさやっぱりさて日本人の平和ぼけみたいなのもあってさいくら言われても現実味がないんだよね。うん、えどうせ嘘でしょ そうそうアメリカ人ってねほら結構銃とかがあるからさんみんなこう,そうだよ、ね、言われるとすごい危機迫るじゃん。私もうーんって思っててなんか友達から連絡とか来てテレビとかも見てたんだよ何なんだろうこれって思ってうん、うん、で結局なんかそんなこんなしてるうちになんか誤報でしたっていうの来たんだけどでもどこ行こうって思って。 あうちのなんか下にあるジムはちょっと半地下だからそこかなとかさ <laughs> <laughs> なんかちょっと地下っぽいとこ行ったほうがいいのかなとか,そう,かそうだよねあと、まあ、このね私今度なんてすごい狭かったからさ、うん、この狭い中で逃げるとしたら風呂場かとかさ <laughs> 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 でもなんかなと思ってそんなようなことでずっとそうすごい。マジ えー、そんなことだったんだねだから <laughs> だ、ね、実際多分もう明日とか言われたらどうするんだろうとりあえずなんかねこう身の回りの好きな人たちにこう会いに行くかなあそうだよね、うん、だって物とかお金とかだってもう別に終わるじゃんねそれそうなんだよね そんかさ結構んかさ突然そうシビアなやつ来たねごめんごめんごめんいやそうなんだよえ私私だったらおにぎりをいっぱい食べるとかかさそういう感じ来るかなと思ったわけじゃあか一回ほら経験してるからごめんちょっと現実味ありすぎちゃったねごめんね泣かないでね泣こうとしてるいや泣こうとしてないでもほんとんか辛さがしんたいなんかにじみ感じちゃって辛いよそういうのは泣かないでねんか目うるうるしてないそうだ お母さんだからさもうそういうこと言われると全部かん感じちゃってそうどうするだって自分だったら一回ちょっと家族集合って感じじゃないいやだからそ,そうだよねそうごめんねなんかこんなに苦しちゃって、うん、<laughs> いやでもマジそうだわしんみりとするけど、うん、でしょう、まあね、と言ったら,た <laughs> ったら私はえな、ー、んだろうあお母さんの作ったグラタンとか。 私はケーキ何のケーキでもいいんだけどもう「クッ」ってこういたいねあれもそう, <laughs> もうかいくら食べてもいいんだよそうだよそうだよ。<laughs> だ,よだから顔にわッチャッてつけるぐらいのさあいくら食べてもいいんだそうだ食べるかなみたいなあなんかそう思うと怖いね嫌だもうこの質問やめよう <laughs> め急に怖くなっちゃったよ <laughs> オッケー4つ目よあ<ー>私 <Yes. S 1> あだからさこれさ被ってんのよ一番好きな食べ物でも一番だときついって言ってたからじゃあ3つにしようあ私が好きな食べ物<ー>うわーこれ自分で聞いててあれだけど結構言われると大変やねでしょえ私が好きな食べ物うんあー皆さんオッケー大雑把に言っていいええよ Okay. この今聞かれてる今のこのねだから去年は違かったし来年も違うかもしれないけど <laughs>、ね、今のこの今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 のこの時間帯のこれの今の好きなやつねいいよあ,あのちょっと最近さすげえあが食べたいわけあ魚焼き魚が食べたい<ー>あの普通のもう玄米と焼き魚と <laughs> あとなんかほうれん草のおひたしとかわ、ね、かる かる。<ー>じわってあのだし巻き卵とかいい、ね、もうそれのセットくださいっていう感じ<ー>それがまあ一つ目なんかめっちゃ発酵してますみたいなそうそうそうまさぬかにぬかにぬか漬けしたみたいな感じの漬物とか何種類か出してもらって <laughs> でなんかすんげえ美味しい卵の。 目玉焼きとかさはは半熟のかるあるねああねねそこら辺のスーパーでって卵と全然違うすんげえ美味しいやつもうあれでしょあのー、縁側のある家で出るやつでしょあそうそうそう <laughs> で食べたら「ななんで甘いのこの卵」みたいなさかる <laughs> あ, <laughs> あそこの庭で取れたやつなの <laughs> <laughs> なんでしょでこううの甘みが出るんだね自然だとみたいなさそういう卵も食べたいでそれになんかすんげえ美味しい醤油かけて食べるとかあ<う>やっぱシンプルが一番やね それだあのねアジから広がったけどそれが1個想像力がそれが1個と1個って言っといてでも悩むねあ,あとねえー、っとまあ自分が作るスペアリブが美味しいんですよえね今度作ってこんな作ってあげるってあんたこの前さ冷蔵庫開けてさ私に見せたでしょ <laughs> スペアリブ、明日つけるんだって決めてしまったから、<laughs> <laughs> ちょっと開けろよと思ったんだけど、<laughs> 見せるだけ見せ上がってこんじゃろうと思った。<laughs> 日本の友、日本が友達来たからさかかか、アメリカンな食べ物壊してやろうと思った。ああ<ー>、そ<う>トニー・ローマみたいなね、知らないトニー・ローマのスペアリブ。あ、そうなの。うん、そうでもそうそうスペアリブ、自分で作るやつなんだけどまあうまいんだよ。それを食いたいなって思ってるのと。 あとなんかさケールのサラダみたいななんか今食べたいな <laughs> 今食べたい <laughs> なんでケールのサラダなのケールってさサラダでもいいけどさジュースとかにも入れても美味しいしさあスムージーにしても美味しいよね、うん、あの私が一番好きなのさオリーブオイルで塩と胡椒よでもさケールってさ、うん、固くない,い割とあああの硬いやつなほらいろんな種類あるじゃんねケールってなん,かん<ー>わさわさーってなってるのとはーってなってのと あとめっちゃ芯が硬いやつとねあ,あるねあるあるあるあどうやってやるの私はねかあの硬いところはもう硬いところだけ取って、うん、あの刻んでさなんか違う感じでしよ小松菜みたいな感じで扱う小松菜っていうの小松菜わかるなんかちょっとあえてご飯にふりかけでかけれるような感じにあじゃあ結構細かくしちゃうんだ別々でおし料理するかな硬いからね 芯も食べるってことじゃも食べますよあと大体ジュースに投げるねそこら辺はね硬いからミキサーかけちゃうねそうそうそうそんな感じかな3ついきましたはいじゃあどうぞあ私これ4つ目私4つ目じゃないそうだよよねじゃあちょっと行ききまますす好なつお願いし ほ,うほう来ました。来ましたね。これはね、<laughs> 私たちね、あれを一本、これ作ろうと思ってたところだったからね。<laughs> まあ、軽くポン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 と教えてくれない,いから。あんまり掘らないでね。じゃ、あこれまた別、別、別回でやる。はい、はい、はい、はい。えっと。 で特に最近ですか、ね、最近見てるの私シェフトテーブルってやつはいはいうちの旦那も大好き見てる夜中見てのもう冷蔵庫直行みたいな <laughs> もう止めてポーズして冷蔵庫直行してるでガサ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 ーガサ聞こえるあれねいいのよいいっていうかなんか、うん、そのシェフの,そのご飯だけじゃなくてシェフのバックグラウンドストーリーよね結構アーティスティックな感じでおしゃれに撮ってるから、うん、面白いのよはい でさ、一人さ、シェフを取ったとしてもさ。いろんな話があるわけじゃない。俺はここで生まれて。お母ちゃんには、こういうものを食わせてもらう。はい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 、そうね、そうね。でやっぱり、俺は。地元をはねれようと思った。みたいなさ。<ー>そういう、語りよ。ああ<ー>。でも、シェフやってる人ってさ。変わりも多い、多いと思わない。なんかさ、なんか終わって、シェフになった人とか多いじゃん。結構ね、全然違うことやってましたみたいなね。ね。そう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 。なんかもう、食に目覚めて。 っっ言うとなるとさ年齢結構後半になるじゃんね人生のね食べ物に興味持つとかさ若い頃はあんまりねそういうのがね面白いねで今回ね一番最近のねシリーズはねピザなんですよ全員ピザシェフよ来る来る来る私の質問でそれ来るから準備あ分かったあとでねあとで来るからそこも掘らないわじゃん o k ー k o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  ッキルススハウあ、怖いやつ私ホラー大好きなのあ本当っていうのも最近気づいたの私ホラー好きなんだってあ本当に私はもう全然あのそこら辺は怖いから楽しいよあ当にあ,本当にあでもえちょっと<の>それだったらハウスに関しては、うん、あのなんていうのこうあくる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 来たみたいなのじゃなくってもっとこうなんていうのまあゴーストの話なんだけど もうちょっっと家族の話って感じだからそれってさあのノンフィクションでドキュメンタリーみたいな感じなうんホントとヒルズハウスはドラマあドラマなんだなん、うん、あドラマなんだねそ<う><ー>結構ねまあ暗いよ暗いけどあのなんていうの,この撮り方とか結構綺麗に撮っててあそうなんだ、うん、面白いあなたそういう目線で見るよねなんかスト「ティンクス t レ a n g e r t h をさおすすめしてそれで私も見たの、うん、見たんだけど んか面白いんで90年代のね格好とかしててね90年代80年代年代の格好とかしてて格好もかわいいしねとか言っててそういう感じの見方だよねそう私見た目がなんか魅力的私にとって魅力的じゃないとあんまりハマらないだからあの内容があれであれこうであれみたいなそうあのなんだっけあのドラゴンのやつタイラー・ヘンリーの死後の世界ああ私まだ見てないわ見てないの見ないと見ないとこれは やばいあのさ私はあんまりスピリチュアルとかまあ好きよ、うん、聞くのは好きなの、うん、でもまあ100%信じるかっていうと「うん」ってこうまた、あね「うん」っていう目を持つことも大事だと思うのよ、うん、でもタイラーは何ができるかっていうとこう紙をねにねこうなんかスクラブ、こうなんか線を描きながら霊視ができるのよ,分かる,よ、うん、分かる分かる分かる あのなんていう家族ね亡くなっちゃった人とか友達で亡くなっちゃった人とかの、うん、こう気持ちとかをこう聞いて伝えてあげるっていうあれだよね、うん、神様と交信して彼が言葉になって相談に来てくれる人にこうお話ししてあげるやつでしょ。どんな状況だったよ、うん、とかどんな気持ちだったよ、うん、とかでさ最初さこれさなん,かでなんかでおすすめを聞いて。うん あ見てみようと思ったんだけどなんかさ見た目的には結構スピリチュアルじゃんそうだねおいおいおいって思ったわけよ最初、うんうん、でもさタイラーがまあこうなんて喋り方が優しいのねすっごい優しいのでさ、うん、なんかまあ話そのねバックグラウンドストーリーも結構いいよくて、うん、毎回もうなんか <laughs> 悲しくなっちゃってでもやっぱりもう次みたい次みたいってなっちゃってすぐ終わっちゃったね私なんかねあじは取っといてるのなんかいいものだって分かってるからんか自分の気持ちがすごくそれを欲してる時が来ると思うからそれに取っといてるわけああなるほどねすごくいいおすすめ優しいって感じ優しいや必要だよねそうたまにはね人生にはねケー次んだっけあ私 あ、4つ目そうじゃんかほちゃん行つ目きますじゃ、はあ,んかあちょ私5つ目よあっ、うん、you YouTuber ちょっと待って日本のさ誰って言うわけでもないんだけど日本のさこの田舎に住んでるみたいな感じのさ YouTuber いっぱいあるじゃんんで,そ,うそ,うそ,うでそれをさ自分で DIY してなんかもう中身全部内装とか変えちゃったりとか。うん ね、全部全部コツコツ立ててさ庭とかもあってそういうのとか見るの好き <laughs> <laughs> そういうの見るのとか好きだしえっんかねほらいっぱいあるのよだからオススメで出てくるんんアルゴリズム出てるやつ、ね、そうそうそう,そ,うそれを見たりとかあと韓国系の主婦がやってるなんかあの3月1日やってる私韓国料理好きだから彼ら彼女たちが作る夜ご飯とか。 なんかそういうのをメラメラ見たり <laughs> そんな感じだなじゃあおしゃれとか化粧とかあんまもう見ないんです最化粧系はねなんか思いついたらあのググるけどこう決まって見てるっていうメイクないなメイクっていうのはないな<ー>、うん、メイク系はないかな美容系も。 なんかどっちかって言うとインスタグラムでイインスパイアー受けるよね確かにそうかもね、うん、なんかメイクとかもそうあこういう感じかみたいなのをインスパイアー受けて自分でやったりとかしてる感じかな、うん、美容系、うん、そうだねそう家系とご飯系ねそうそうそうで,でもさあ,のあれ上手なんよあの,このなんていうのかな家の雰囲気作りっていうかさインテリアとかも好きだから、うん、なんかそういうの超おしゃれ、えー、日本人おしゃれ うまいよね、あの。ね。好き好き好き。そう、なるほど。なんでいいでしょうはい。ね、私はね、五個目ね。ハワイの好きなエリアはどこですか。うん、オワフ限定ね、しか私はわからないから、オワフの中で好きなエリア。すごいスペシフィックには言えないんだけど。はい。私昔すごいタウンが好きだったわけよ。うん、うん、うん。今も好きよ、タウンは。いろんなカフェとか、可愛いお店もいっぱいあるし。好きなんだけど、こっち住み始めてからさ。うん。友達が。 あのうちの近くのこうサーフスポットの目の前のお家で、うん、あで私の彼氏がサーフィンに行くときに一緒についてって、うん、私はしない、まあ、前はちょっとやろうと思ってたんだけど、うん、しないからそこのお家ちでずっと待ってるのよ、うんうんうん、やってるのそうでそのおじちゃんなんだけどそのおじちゃんがいつもねバナナブレッドを焼いてくれるんですよ、うんうん、あンほんとおちゃんねそうおじちゃんや、ね おじちゃんがバナナブレッドを焼いてくれ、くれるそこの雰囲気が私はすごい好きで、ああバナナブレッドを食べながら、そうなんかねみんな優しいのそこのサークスポットの人です、うん、なんか大体そのすっごい秘伝なところで、うん、あの本当に今観光客とか全然来ないようなところ、あなるほどね、そうそうなんだけど、そうそうそうだから。 あの本当に近所の人たちが夕方仕事終わって波にんそうそう波乗りつつ、うん、波の弱みながら近所の人たちとおしゃべりしてるみたいな場所があってうんそこがすごい好きあったかい感じがしてみんな優しいなんかさ時間,時間でこう自分の居場所みたいのがあるとすると夕方はそこみたいな感じだよねうーんホームな感じがするねそううだねうーん そこかな。なるほど。はい。どこ好き?。あ、私、うん、私はね、結構なんかカチ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 してるけど。あの、買い向きとか好きよ。あ、買い向きはそうね。買い向きは好きよ。あの、学校がさ、買い向きにあったからさ。うん。トータルで何ヶ月行ったんだろう?。あ、四ヶ月間ぐらいしか行かなかったけどね。うん、まあ、しょ、結構行ってたじゃんか、毎週に何回かは。い、うん あのの学校とはおもないとかだったけどそうだからその機会に結構もっと街のことを知れたからよかったけどねいろんなお店今あるからねカフェレストランあとお店もそうだし本屋さんとかあるもんねうーいや本屋さんもあるさんあそこ行ってないんですね行こうと思って閉まってたっていうパターンが結構あるいや全然空いてないからさ時間帯的にそうそうそうあとビーズ屋さんとかもあるのよ 一緒に行ったっよね。あの、おすすめしたから行ったわじゃない。ビ、ね、ーチあるから行こうよって、ね、<laughs> 言ったから一緒に。川ちゃんが言って行って私たち。ビーチあるしー。あるしー。あるし。あとプラントのお店もあるしね。あ、そう。いや行った。行ってないんだよね。<laughs> いやでもねイ、インスタグラムで雰囲気見て、そう素敵みたいな。絶対子供と行ったらもうバシャガシャガシャ,ガシャって感じだから。<laughs> またゆっくりしてる時しかいけんけど買い向き結構好き私落ち着くそんな感じあれ私言ったじゃん6個目だよ今欲しい化粧品ずっと欲しいなと思ってるけど常に品切れのやつがあるわけこれは自分のキットにも入れたいし自分も使いたいやつなんだけどシャルトゥーベリーのさチークのやつ ククリーーームチチかな、なあれはュブになってるやつよそうポン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 ってのせて指でパーってやったんだけど、えーうん、結構昔に出たんだよねでもいまだに全然、えー、売り切れ,なのり切れそうそう売り切れの時とか多くって、えー、なんかタイミングを逃しては変えてないんだけどそれがすげえ欲しいなあっていう,うあそこのブランドすごい可愛いのいっぱい出してるよねそうなんかそうそう、あとあれだしね動物実験してないっていうのも大きいかな あとなんか結構ブランドいろんなの出たじゃん、新しいさ、<っ>なんか値段も結構可愛くって、物、うん、も,もいいし、なんかさ、デザインとかもさ、このミニマムなんだけどさ、こう、いなんかいらないものくっついてなくてさ、だから必要、うん、なんかエコでさ、すごい、そうそう、サステイナブルな感じで、っていうの結構出たもんね。そうだね。ちょっとセフォラいかんとちうちらそうだね。うん、チェックアウトしに行かないと。うん。 行きましょう行きましょうはい。ぜひぜひ,ぜひでは六個目いいですかはい。えっと、ピザは何トッピング <laughs> 私さこれを言ってたなピザはねピザは薄いピザが好きなんですよあ、本当。私、熱いピザダメで あ、本当に。薄いピザが好きなんですよ。なんか全然語れるねピザ,にピザのことは。えーえー、ピザ界いかビデオ作っちゃう一本ポッドキャストできるぐらいピザに関してはピザはね薄いのに限りますね、うん、私はえ、カリカリの薄いやつうふそっかだからこだわってる人しか言わんねそれはね <laughs> 本当<に>ピザにうんあのねだからねでちょっとサラダっぽいやつが好きなのよ

だからピザハットの分厚いやつあれもあれで美味しいんだけどね出来立てじゃないとさあれ美味しくないじゃんそうねそうね分かる分かるあんまりねサラミとか好きじゃないかもあ当。うんとあとこのよく分かんない肉の謎肉みたいなやつあれもあんま好きじゃないソーセージのやつねコスコに行くとのってるやつ売ってんじゃんね肉のこう肉肉玉みたいな出来上がりみたいなの 肉の玉みたいな。<laughs> うん、あ、ズピザね。ああ、そうなのって売ってんだ。何が好き。あ、私ですか。うん、私も聞いてくれるの。うん、私はさ、あれよ。だから、それこそ、その、なま、生野菜みたいなの乗ってんの、うまいと思うんだけども。うん、私は結構、熱いのが好きよ。あの、分厚くなくていいけど。そこそこさ。あの、厚み、だから。うちでさ、ピザ作るときはさ。もうさ作るの。もう作るのよ、私は。 生地からじゃ今度ピザのそう生地から作るんだよでさ生地作ってる時にさ小麦粉が足りないことに気づいてさ <laughs> もち粉とかさ <laughs> アーモンドパウダーとかさいい <laughs> オートミールしかなくなってしまって残りでオートミールめっちゃく <laughs> 砕いてさミキサーで、ね、オートミールのやつパウダーとか作ってたやつとかも結構あの厚みではない。 おいしくできたけどね。まあ家でやると美味しいかもね。オリーブ好き。オリーブ。ブラックオリーブとか。そう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 。あとなんかこうちょっと、なんか漬物系、漬物系って言ったんだけど、ピックスみたいなさ、わかるなんか。あの、あのペッパーのさ、わかる。うん、あれね。いや、黄色いやつでしょ。あ、そうそう、黄色のもそうだし、あとなんか漬けた赤いやつ。うん。うん。え。 パね、そううのとかそういうのが好きだな、うんモッツァレラとトマトだけっていうのもでもいいよ。あとバジルだけっていうのでも,でもいいよ。うん。っていうの話ね。はい、では次。七、はい、個目いきましょう。七個目。あ、これはねあれよ。いきます。はい。クリエイティブでいるために必要なもの。あのね休憩。<laughs> 休憩だっちゅう間違いうそれ以外だっちゅうねあのさ,あのさクリエイティブでいる時っていうのはさそれ,それよそれだんだんさ自分のだんだんさルーティーンとか自分の色とかさ自分の癖みたいのがこうなさその繰り返しになってきてだんだんこの壺に入ってくるってわかる 行き場がなくなくって…ね、そう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 あ,あれ同じことの繰り返しだしなんかちょっとスパイス欲しいんだけどな何や,何やっていいか分かんないなみたいな、うん、もう休憩したない,いでしょう休憩に、ね、そうそうそう,そうインスパイア受けにあのそのさ似たような例えば私だって YouTube やってたけど他の人の YouTube 見るとかじゃなくって、まあ、それでもいいんだけどさもう他になんか全然それとはオフなことをしてそこからインスパイア、うん、ね だかからなんかさ、たまにさ、まあ、私グラフィックデザイナーやってるからなんだけどさ、うん、なんか好きなデザイナーとかいるのとか聞かれるんだけど私あんまりあ、まあ、いるよなんか何人かはこの人の考え方すごいなとかあるんだけど、うん、あのそれよりもこう違うものからインスパイアを受けてその要素を何かに使う方が自分としてはしっくりくるのね。他の人の人デデザザイイナーさんのデザイン見たところで それをコピーするだけのさあれしかもらわないよねなんかわかるわかるわかる私はその要素をもらってその要素で何かクリエイトしたわけよすげえわかるそれうんそうそうだからそうねすごいわかるてくれます？そうそうそれすごい最近思ったんよ間違いないです7個目ですよねえっ好きな男性のタイプおの 彼とかは関係なくしていいからこういうのを人が好きだねっていう私ねう多分顔的に言ったら、はい、あの可いい系の顔が好きかもこうハンサムっていうよりもちょっとい,い,いちょっとベビーフェイスっぽい方がに大体惹かれてるああジャニーズの可愛い感じの子たちとか好きでもさあの,のベビーフェイス多いじゃんねああいうのああ まあさ、私今まで日本人と付き合ったことないからさ、あ、あ、本当、ええ、あら本当。だから外人さんの、うん、ベイビー、なんかちょっとこう甘めなんか赤ちゃんっぽい顔みたいな。今の彼そういう感じね。じゃん、うん、あのなんだかんだな、ゲイの方々に好かれるよね。はい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 、可愛い感じの子ね。ああ、そういうのが好みなんだ。え、なに性格とかも。 なんか性格とかもそう私そんなにさ経験があるわけじゃないからさこのヒストリーをたどってあこういう感じかとは言えないんだけどうん、まあ、なんか別にしっくりくればいいかなって感じでも,でも100%はないじゃん絶対そうねなんか食べ物が合う人とかあーまあそうだ、ね、なんですねテイストが合う人とかあ,あのね健康を考えられる人じゃないと嫌かもあーそれ大きいよねあんたそれは結婚してからとかだと結構大きいよ、うん、じゃんあ,あっきい なだから <Okay. S 1> 毎回「あ何でもいいやもうなんかファストフードファストフードファストフード」ファストフードってなっちゃってる人だと多分無理。<ー>っていうのも<ー>今のカレー私一番,家に行った時一番最初に家に行った時に、うん、冷蔵庫見たら私が持ってるものが大体揃ってたのコスコの <laughs> コスコの,コスコのア,ーアーモンドバター <laughs> コスコのメープルシロップ。うん

あー、セブンティーン読んでたのあなた、うん、じゃないあれあそれは中学生じゃんセブンティーン読んでたのは中学生だったの、うん、中学生なんてねえ17歳でもないのにねセブンティーンって読んでたで高校生の時ルイールっていう雑誌読んでたのえルイールっていう雑誌があったわけルイールおーいやーすっげえいいよあれマジですみませんギャルにな,なりやないあのねギャルじゃないからあのー、B 系のヒップホップ系だから <laughs> そ超 <laughs> やばいあれは本当にマジでやばいそ<れ><の>内容はんだろうね<高>今来てるヒップホップ界のラッパーみたいなやついやあのね,あのね日本のさあの多分会社が作ってたなと思うんだけど<ー>めっちゃ海外かぶれしててあのー、そうなわけあれさモデルの子とかも多分みんなハーフの子とかを使ってるわけよ<ー>そうそうそうだだからなんて言ったらいいのかなまあ私はだて大体ね全部ハーフっぽいけどさうんうん、うん ね、すごい良かったのなんかあれからめっあれいつも見てたあれをいつも見てたこれでそれでこれができるへ<ー>20年後ルイールルイルってやつがあったの私の時あったのかなこれあの多分賛成してくれる人いっぱいいると思うよルイール読んでましたででもね高いんだよ1冊すごい結構高くんだからねへ<ー>いくらだったかな。厚,い厚みがあってそう結構高かったんでね、うん だけど買ってた、もう大好きだった、あれ大体さ、読んでる雑誌でさ、あこの子何系古着系だなってさあわかるじゃんね私の時代だってジッパー読んでる子は大体軽音部の子だったしさジッパーしてわかるよわかるよわかるよあれも好きだったけどね、私ストリート系とか好きだったけどねあー、私はあるよは花中知らないでしょ私花中読んでたからね、中学の時わかんねえ、花中雑誌それ漫画雑誌花中あの、なるみりこちゃんとか知ってる あわかんないななるみりこちゃんとかちょっとそういうなんかこう新しく来てる女優さんとかとうちらさ何年何で、まあ、約20年ぐらい前に会った時さ絶対さあ、はい、絶対友達にはなれないよ絶対仲良くなれないタイプだったよね、うん、若い時だったからこそうんそうだねなんでだろうねでもさ私もそんなに友達なんだろうね友達ででもも結構あでもねいる 姉さんみたいなとこで何人かいるあ本当にうんあ本当。でもまあでもそれはやっぱり大学入ってたから大人になってから友達なるほどね雑誌懐かしいすっげえ思い出したあれは大好きだったの本当あと調べよう8個目いきますよ8個目は何かっていいますと最近アマゾンで買ったアイテム3つ言ってください私さアマゾンさプライムじゃないのよ彼がプライムなんだけどあ待ってこの前にあ 一つ買ったたの思い出しああね、れこういうさ鉄のさ鍋鍋じゃないフライパンみたいなんていうのあのちっちゃいやつシャンプーとかで使うやつあんじゃん全部鉄つそう全部洗っちゃいけないってやつ重たいやつやそう買ったよ買ったコストコで買ったよ私はコストコ売ってんだ私でもちっちゃいのが欲しくってっていうのもなんで小さいこの前彼が誕生日だったからその時にあいつあれが好きなのペッパーランチ 知ってるペッパーランチ yes. Yes, yes, yes. 知ったことないんだけどペッパーランチののを食いてっていうからうそれでペッパーランチを再現してやろうと思ったのああそうだねああいう入れ物入ってるね,あね鉄のさんあの上でご飯のっけてコーンのっけて、うん 肉の薄切り乗っけて、バター乗っけて、焼肉ソースかけて、じーってレンジを。ペッパーな、ブラックペッパーあ、そう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 。それをやろうと思ったんだけど、結局まだ使ってない。あ、そうなんだ。それを一個買ったのね。それを買ったのと…。これさ、生活が分かれだじゃい生活してるみたいなさ。あとね、アマゾンはね、あんまり買ってないんだよね、実は。それが一番最近のやつ。そう。 もう一つ買おうと思ってたのは体重計でもさ今さ結構安いのね体重計って2030ドルとかでさそれよねアップとさ連携してくれてこれレコードを勝手に残してくるとかああほんとう全部つなぐやんアップにそうよ全部アプリやんそうそれを買おうと思ってたのとあともう一つシェイカプロテインシェイカ楽なうん、あれさ プロテイン飲まなくてもさただのなんかパウダー系のそのなんていうのうドリンクとか朝ごはんとして飲めるから簡単でいいよねそう,そ,うそうなのでさ私もうこれはこれでまたもう一回貝として作りたいんだけどだけ、うん、サプリ系とかが好きなのそういう健康食品がああへへへへへ私グリーンパウダーを飲んでんのと、うん、あとコラ,ージェンコラーゲンのプロテインパウダーと、うん、なんかそこら辺をねよく読んでるからそ,うそれが欲しいなって思ってたああなるほどね もう買うから買う買スリーカウントで。あ、オッケーオッケーオッケー分かりました。グッジョブいいじゃん今の。じゃん。うん。何買った最近？え、私？一つ。あのね手持ちの手持ちのあのあれよあのファンあの扇風機あれもさあんた違う厚いんじゃないんだよ違うの。あのさああれじゃない目まつげのあのまつげエクステンション用に。だけどさあれもさもうファンじゃないよこのファンついてないよ。 あのだダイソンみたいな感じのさあれどういう仕組みかすごないエアがさ丸いとこが出てくんのよつまり子供いるところ人はさ安全でいいよね手突っ込んでもほらそう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 ファンも結局音するから音がねまあ眠ってるさわかるああそっかそっかなるよかさわーの方がいいじゃんね確かにそうなるほどねそうそのままそれを買ったりとかそうです もそうなんですよね買っといてくださいっていうのはさ全然気づかなくても「買っとけ」って言ったやんけっていうのを先生に言われたって私が言うて「で学校始まっても1か月以上経ってるやんけ」っていう1か月何してたんです逆にそうで必死に買っとんだけどのつくまでに2週間とかかかるみたいなそんな感じすいません」ってねはいなるほどです9個目だよ あーっと私かはい今一番行きたい場所ああかぶってるちょっとあ今私が一番行きたいところは <laughs> うんと二つあるかな日本とあと姉ちゃんに会いに行くフロリダお<ー>フロリダハリケーン来てんのよそうよねやばいよ結構大きいよなんか あの人すっげえ猫,あ猫はいないんだよね犬とあとウサギの赤ちゃんも最近いいそうそうそうだから避難できないっつってもう家にいるって言ってたね、うん、そうでもね最後私が見た時はさハリケーンの目がさずれてってたわけ姉、ね、ちゃんちの方を<ー>ね初めは来る言ってたけどさほらこうだんだんずれてて、ねうん、そうだからずれることを願って。うん しかないよね。もっとそうだね。すごいね。そうなの。あと日本か。あと日本だね。日本はもう散々行ってるじゃん。私はいまだに一番最後に帰ったのが六年前とかなんで。すごい六年よく耐えたね。六年よあんた六年。帰ろうと思ったけどね帰れなかったからさ。あまあそうだね。そうだね。確かにハワイの前も帰ろうと思ってたもんね。そう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 。ええいいえ九個目いいですか私。ちょっとささっきのさカホちゃんがさ。 あのくれた質問で被るんだけど、うん、海外旅行行くならどこ<おー> <laughs> 私はねずっと行きたいのはイタリアとスペインずーっと行きたいスペインいいねイタリアもいいけどねっていうのも、うん、理由がありましてはい聞くよ<の>聞く聞くみんな聞くよね <laughs> あのさ NHK とか BS でさやってたさ「世界ふれあチ街歩き」っていう番組があるだ、ね、よ知ってる

もう見てたの家族でこうやってて癒し時間に、うん、見,よ、ね、見てたらあのそのカメラが「あ自転車屋さんがありますね」すごいローカルなちっちゃい自転車屋さんがかわいねそしてそこおじさんがいたんですよ自転車屋さんのオーナーのおじちゃんが「あれ家族みんなであれおじいちゃんに似てね」ってなって,そうってお父さん側もね <laughs> なんかおとうちのお父さんもそうなんだけど若干。 日本人っぽくない顔して。ああ、まぞってる感じ。そう。うん、まあ、昔、あの家族で、あのトルコ、トルコのさ、ケバブ屋さんってあるじゃん。よく。はい。お祭りでケバブ屋さんだとか、<ー>ケバブ屋そういったら、ケバブのそのトルコのお兄さんに。うん お父さんうちのお父さんに似てるねって言われて <laughs> あれうちのお父さんトルコ人だったっけなみたいなまあ要はちょっとそっち系の顔が作れるのよね東南アジアというかラ,ラテンでもないかな<ー>スペインとかそっち系かはい。そで、まあ、それそのフライマチュルキを見てたらうちのお父さんのお父さんが自転車屋さんで働いてるみたいな絵になってて <laughs> ああんか。 面白いなと思って別に私そっちのほうら血は絶対入ってないと思うんだけどんなんとなく行きたいなと思って <laughs> それが話したい理由だったのねえそうでございますなるほどね一気にもう親近感みたいな親近感湧いちゃった感じでしかもあの人たちのこのノリだったらなんか英しゃれなくても大丈夫そうだし、ね、そうだねんとかなりそうだねご飯もおいしそうだしねそうだね食べ物はね 世界の食べ物好きよ、私も。そこかなぁ。OK。はい。あ、じゃあ私、最後ですかそうだよ。ごめん、最後の質問なのに、こんな、ゴミみたいな。<laughs> 好きなお菓子は何ですか <laughs> <子> <laughs> なんかさ、クローリーが質問してくるような質問じゃない <laughs> What is your favorite snack? <laughs> Me? Mango. <laughs> えー、好きなお菓子私が大体買う自分のために買うお菓子とかはちょっとこう分かるスパイシー系のやつスパイシーなやつなのそうなんかコストコとかだとさまたコストコの話やね <laughs> なんかピックルスピックルスのスパイシーチップスみたいなのとかあるわけへえー、美味しそう、うん、ちょっとビネガリーなさあで緑のパッケージじゃない <Yes> あ<ー>うまいよ <okay, okay. S 2> あれ食べたことあるうん、うん、結構美味しいあれ美味しいし なんか結構スパイシー系が好きかな私はスナックっていう感じのやつそそそうそうそうあとは普通にちょっとぶってないよちょっと大人ぶってわけじゃないけど普通にクラッカーにチーズとかを <laughs> 普通じゃないから普通にぶってねえからマジでしゃべこいてねえからあのそこら辺のキラキラ女子ディープブロートとしてるわけでもなくマジでクラッカーにあのブリエチーズ乗せて。 わかる。ぶってんだろそれは <laughs> だっ<て>。それはその耳をかけながら話してる感じ完全にぶって今。<ュ>ー <laughs> え,えに食らった食ったことある？ブレチーズブリレチーズ乗せて何でもいいからジャム。もうそれだけで美味しいし。それかあと、あのあれよメロンかあのパパイヤ乗せるんさ。でハム。ぶっぶってじゃん。ハム。ぶ <laughs> っ。できれば。マダムじゃん。ホワイトライン。ンホワイトライ。ン レッドワイン。<laughs> まだ無茶。あ、それもやろうね、今度ね。あ,のーあ、やろうよ。飲みたい。うまいで。あ、うんた <laughs>、あんた、そんなこと言ったって、私が食べ,食べさせたら絶対、うわ、何これ、めっちゃおいしいってね。そ,そうだよ。びっくりしてる人だからあなたの作るもの、大体おいしいからね。<laughs> <laughs> うまいんだよ。<laughs> それ好きよ。なるほどね、休憩の間、ね、にじゃあ、あ<っ>今度、お菓子会をやろうね。 おかしい、うん、あと普通にピー,ナッツバッピーナッツバターとバナナは好きよずーっと好きそれはバナナをピーナッツバターにディップするってことああ違うあのさ普通の食パンにピーナッツバターをトーストしてピーナッツバターラのせてバナナスライスしてかじるんよそれさそれにさシナモン振るじゃんシナモン振りましてであと塩ちょっとう,うん塩塩なんて、うん、じゃあののちょっと、ね、甘っぱくなってうまいね。

恥ずかしいなマジでやばい。めっちゃ寒いヌルヌルシシましかね。ぬるぬるしてる。そうで大体こうちょっと左足から水でねつぶるのね。あそろっと取れる時期やなみ。<laughs> ああ汚い。オッケー。私でも最後十個目、はい。いや。最後はですね。コーヒーはどうやって飲むの？<laughs> いいね、お決まりの、それはお決まりのゴー・トゥもうカフェ行ってああわかんないこれみたいなそれかもうカフェ行ったら絶対これみたいなさ。 カフェ行ったら絶対ああ大体私あの甘いのが入ってるのがんま好きじゃないの、うん、っていうのもここにはポリシーがありまして、うん、甘いドリンクは飲みたくないのあ本当ジュースもうん私、うん、もジュースも,もあんま飲まないっていうのはすごいシュガーデュオじゃん私シュガーを別に避けてるわけじゃないのよああ<ー>でもただ飲み物はさあ,あなた分かる分かる食べ物でシュガー摂取したいから飲み物はいらないわよっていう,やつ、ね、う,うだって飲み物すぐ終わり病だよ <laughs> 食べるなら食べたいじゃんなパターンね。よ<う>。ぐでキュッとなくなるやつ食べるならちゃんと食べてお腹にたまってほしいからだからコーヒーは大体あとアイスラテアイスラテ。オートミルクか、うん、ただのブラックコーヒーああブラックコーヒーオッケーそんな感じですあ終わったじゃない終わった <laughs>

ありがとうございました、はい。猫ちゃんがガサガサうるさかったりしたかもしれませんが、そこら辺は上手に編集しようと思います。はい。えっと、ご意見、ご感想、もしくはご要望などございましたら、<laughs> 詳細欄の。えっと、メールの方にぜひどんどんと。どしどし。どしどし。いただきたいなと思っておりますね。はい。えっと、この先インスタグラム作るのか、フェイスブックページは作るのか、わかりません。<laughs> まだわからない。数あのや,やりながら、道出していこうかなと。見出していこうかなと思いますのでね。よろしくお願いします。はい、はい、おやすみなさい。今回は聞いてくれてありがとうございました。はいご。ごめん、全部任せてたからさ。ごめん、もう一回やろうね。<laughs> はい、それでは初回の

これッチャーかけすねーばっかっていしめだって全然できんじゃん全然できんじゃんじゃできんのかできるよーとなれっこでなれっこよこれをこすお笑いねーけ典型的なコントみたいになっておいじゃ俺にやらせてみろよねて子供が起きるからみなさんね、紹介を聞いていただいてありがとうございました

よくできましたまあ自分たちの今のベストを尽くしてそうだねそうやってまたねそう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 ベストを一回気象なめなめ気象なめなめ生きていこうこの YouTube もねみんなと YouTube じゃないポッドキャストポッドキャみんなと一緒に成長していくポッドキャストはい言ってたねそう AKB みたいな感じでこちらは失敗を重ね 学び中途半端でデビューはしたけどどうにか頑張る <laughs> 今日さ夕ご飯照テリヤキチキンだったんだよね <laughs> 自分の顔見て思い出したんたの顔を見ても出したテリキリやないい。<laughs>